ビジョンはマーベルコミックの出版作品に登場する架空のスーパーヒーロー及びアンドロイドザ・アベンジャーズ57で初登場したアベンジャーズのメンバーマーベルシネマティック・ユニバースではアベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロンで初登場した日本では原作においてはビジョンとも表記されるマーベルの前身のタイムリーコミックスの同名のキャラクター ザ・ビジョンにおおむね基づいている。最初のビジョンは、ジョー・サイモンとジャック・カービーの作家チームによって、マーベル・ミステリー・コミックス13で、初登場した。ビジョンは、現在のようなアンドロイドではなく、別次元から来た、ピース・オフィサーで、1930年代から1940年代に、かけて、アメリカンコミックの黄金時代を築いた、マーベルの前身のタイムリー・コミックスから、 出版されていた。数十年後、作家スタンリーとロイ・トーマスは、アベンジャーズに新しいメンバーを追加することを決めた。トーマスは黄金時代のビジョンを取り入れようとしていたが、スタンリーはアンドロイドのメンバーを入れようとしていた。トーマスは最終的にアンドロイドのビジョンという新しいキャラクターを作り出し、折衷案となった。この新しいビジョンは、 ザ・アベンジャーズ57に初登場した。トーマスはビジョンのぼんやりとした名前にふさわしいような白いキャラクターにしたいと考えたが、当時の印刷技術の制限もあったため、紙面でインクが乗らない部分を使い無色の肌となった。その後、ハルクのような緑やアトランティスのような青を避け、最終的に赤い肌に落ち着いた。スタートレックのスポックと比較されることがあったが、 トーマスは当時のテレビシリーズをほとんど知らなかったと語っている。ただし、ロボットのキャラクターを機械的ではなく、同情的なものにした先駆者のアダム・リンクとオット・バインダーの影響を受けていることは認めている。ザ・アベンジャーズ75では、スカーレット・ウィッチがチームに加入し、すぐにビジョンとの恋愛関係が描かれた。トーマスは、ワンダのアベンジャーズでのキャラクターを掘り下げるために、 何らかのロマンスが役立つと考えた。ビジョンはワンダと同じマガジンにしか登場していなかったため最終候補だった。そういった実用的な事情で彼らはペアになった。ビジョンが人間になろうとする良い要素でもあったと述べている。トーマスはさらに、ビジョンはアンドロイドのヒューマントーチから生み出されたキャラクターというアイデアを思いついたが、ザ・アベンジャーズ93で曖昧な手がかりを 残すだけに止まり、そのままシリーズの担当を去ることとなった。最終的に、ザ・アベンジャーズ134から135で、設定が活かされた。当時の作家、スティーブ・エングルハートは、そのプロットは、社内で、長年よく知られていたが、トーマスや、ニール・アダムズの時には活かす機会がなかったので、僕の担当時に、そのトーマスの贈り物を活かしたと語っている。 1972年、クリース・スクラル王からの巨大偵察ロボットが現れて、ビジョンの脳波ウウを妨害する、マーベルチームアップ後にて、ビジョンは、スパイダーマンと共に登場した。ジャイアント、サイズ・アベンジャーズ4にて、ビジョンとスカーレット・ウィッチは結婚した。さらにこのカップルは、ビルマントロとペンシラーのリック・レオナルディによる、期間限定シリーズ、ザ・ビジョンザ・スカーレット・ウィッチ1から4にも、 登場した。これに続き、スティーブ・エングルハートとペンシラーのリチャード・ハウエルによる続刊の1から12では、スカーレット・ウィッチは魔法の力によってビジョンとのことされる双子の男の子を生み出した。作家のジョン・バーンによるウエスト・コースト・アベンジャーズ42から45では、彼の初期の人造人間としての描写が抽出され、アンドロイドの性質が強調された。その後、 作家のボブ・ハリスとペンシラーのマニー・クラークによるビジョンの単独シリーズビジョン14が制作された。そのおよそ10年後、作家のジェフ・ジョーンズとペンシラーのアイバン・レイスによる続刊が制作された。2005年4月から2006年8月まで12号を発行したシリーズヤング・アベンジャーズではシンセゾイドのビジョンのプログラムファイルと アイアンラットの走行と精神エングラムを組み合わせた新しいビジョンが登場した。2010年から2013年のアベンジャーズシリーズでは19から最終号の34までレギュラーキャラクターとして登場した。2015年11月に再びビジョンの単独シリーズが開始し1から最終号の12まで登場した。マーベルシネマティックユニバースでは ポール・ベタニーが演じる。日本語吹き替えは、加瀬やすゆきが担当。MCU では、現在のところ、アベンジャーズの一員であるオリジナルのビジョンと、ワンダービジョンに登場する2種のビジョンが登場している。3種のビジョンは別々の個体だが、常人とは明らかに異なる人相。 アベンジャーズのヒーローたちのものを模倣したシンプルなデザインのコスチュームとケープに身を包み、両腕に装備されたガントレット、意識を集中させるために搭載された頭部のヘッドカバーは共通している。コア色もオリジナルの前身であったトニース・ターク、アイアンマンをサポートする人工知能 JARVIS のものであり、飲食ができない点も同様である。三種のビジョンは両腕だけで、 ウルトロンセントリーをたやすくまぶたつに引き裂き、ジャイアントマニエと巨大化したスコットラング、アントマンの体勢を崩せるほどの体当たりを放つなどの超人的なパワーを頑強なビブラニウム製ボディに有しており、加えてマインドストーンに由来する一家の多彩な特殊能力を駆使して戦う。専用の武装はないものの、ビジョンはウルトロンとの決戦でも層が落としたムジョルニアを、 持ち上げて古い、ワカンダでの戦いでは、コーバスグレーブの槍を逆利用して、相手を倒した。スパイダーマン、パー、フロムホームには直接の登場はないものの、冒頭のミッドタウン高校のニュースチャンネルで、アベンジャーズのヒーローたちの追悼映像に映っており、本作の時点でサノスの手にかかり死亡した事実が、世間に周知されているように描写されたが、同時に取り上げられたとにいい、 スティーブ、ナターン社と異なり、画質が荒い写真が写された。ありがとうございます。